いつでも来なよ。 いらっしゃいませ。 これでいいかな。 これでいいかな。 ありがとうございました。
閉じちまったか。助かったよ。神戸写しの野郎を軽く退治するつもりだったが、いや参った。肝心なところでヘマしちまった。お前はベルチェル個人に所属してる探掘家なのか。そうか、あの院には優秀なやつが多いな。確かあそこの指導者はジルオって言ったはずだ。そいつの教育がいいんだろう。お前はこれから孤児院に報告に行くのか。だったら俺も応援を出してもらった礼を言いに行くよ。どうやら神戸写しを退治できたようだな。あんたらが応援を出してくれたおかげでなんとか命拾いしたよ。そうか。だがこういうのはお互い様だ。それにしてもあんたらなかなか腕の立つ探掘家を育てているみたいだな。こいつとなら一緒に組んでみたいぜ。だそうだ。どうする？よし、よろしく頼む。俺の手が必要ならいつでも声をかけてくれ。何の用だ。毎度あり。これでいいか。また寄ってくれ。いらっしゃいませ。これでいいかな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 。
がとうございました。ありがとうございました。ようこそ。本日はどうされましたか？ハボルグさんですか？はい、先ほど探掘隊の方々と一緒に到着されて、お師様とお食事をされています。どうぞ、こちらですよ。ええ、そうなんですよ。なかなか見どころがあって、これから先どうなってくのか楽しみで。ほう、君も目をつけてたとはね。お師様、お客様です。おや、噂をすれば。どうだい、君も一杯。お師様、お酒はまだダメですよ。それにお師様たちもほどほどにしてくださいね。お師様が酔いつぶれたら誰も運べないんですから。ほう、私に意見するのかい、マルル君。いえ、そういうことでは。そんなこと言う子は裸釣りだよ。それだけは勘弁してください。まあいいさ。それで、君何の用だい？なんだい、私じゃないのか。マルルク、もっと酒を持ってきな。あ、はい、わかりました。それで、俺に何の用なんだ？お、ラフィーからの手紙か。ありがとうな。どれどれ。そうか、そんなことになったのか。ああ、手紙の内容はな、この前開店10周年記念をやっただろう。その時に出した魚の内臓の燻製が大好評だったらしくてな、今度また期間限定で販売することにしたんだとよ。確かお前も手伝ってくれたんだろ。改めて礼を言っておくぜ。ありがとうな。俺はもう少しオーゼンさんと話をしていくから、お前は先に戻っていいぞ。気をつけて帰れよ。じゃあな。
Huh?